現在私ね、結構歩いてずいぶん奥地まで来たんですけども、頭上がね、すごくね、低いんですよ。今私ね、しゃがんでる状態なんですけども、映ってますでしょうかね。非常にね、頭上が低いです。結構な距離ありますね。行けるとこまで行っちゃいますか。あ、いたいた。いたいた。うわぁ、これは険しい。険しい川口探検隊だ。うわ、岩が触ったらへこみましたよ。怖いです。これは非常に怖いです。まだあるんですか。まだありますよ。どこまで、どこまであるんですか。これ、こんなところに階段がある。あ、広がった、広がってきましたよ。はあ、広がってきましたよ。これはどっちに行くのが正解でしょうか。どっちですかこれ。わあ、暑い。涼しいはずなんですけど、暑いです。私怖いですよ。行きますともさ、行きますとも怖いですね。怖いですよ。ああ怖いですよ。すごいですよ。わ、これどこまで続くんですか。本当に怖いですね。怖いですよ。ちょっと怖いですよ。本当にどこまで続くんですかこれ。もういいですよ。私お腹いっぱいですよ。わ、そこ当然もらってるじゃないですか。はあ、怖い。これは怖いですよ。これ行くんですか。これを行けと。あそこ通れないですよね。さすがに。これちょっともう戻りましょうか。これはね、これはちょっと通れないですよ。通れないことはないですけども、やめておきましょうか、これじゃいくら。もう十分ね、鍾乳洞の気分を味わいましたよ。ちょっと一人は怖いですね、これ。さあ、戻っていきますよ。戻っていきますともさ、これこんなところで足を滑らして足をくじいて動けなくなったとか、頭をぶつけて意識を失ったとか、万が一そんなことになったらどうするんですか。これ大変ですよ。ちょっとね、お年を召した方は一人では来れないですよ、ここ。本当に打ちどころが悪くて、ここで気絶しちゃったりなんかしたら、ここでミイラになっちゃいますよ。本当に怖いですね。私こんなところでミイラになりたくないですよ。怖いですね。帰りますよ。怖いですね。怖いですね。怖いですよ。帰りますよ。ハンスさんが通りますよ。ここは低すぎる。難所だ。ここは難所だ。あ、どっちから来ました？あれで、私どっちから来ました？こっちですか？私ね、思い出しましたけども、閉所恐怖症でもあるんですよ。今頃思い出しましたけれども、高所恐怖症に付け加えまして、閉所恐怖症も持ち合わせているということで、閉所と高所のコラボレーションということで、あ、背中冷たいですね。怖いじゃないですか。ちょっと、はあ、疲れた。落書きはしてはいけませんよ、これ。暑い。涼しいはずなんですけれどもね、汗をかいておりますよ、私。怖いですね。怖いね。背中打った。背中打ったよ。痛いよ。痛いよ。うわ、下濡れてますよ、これ。はあ、ペチョリペチョリと。うう。出口はどこですか。あれ。何ですかこれ。え。引き止まり。え。びっくりした。怖。びっくりした。引き止まりかと思った。怖いじゃないですか。ここまで来て
出口が塞がるとかやめてくださいよ。本当に怖いんで勘弁して使わなさいよ。暑い暑いですね。汗だくになっておりますよ。やっと立つことができましたよ。ふう、こっちですか。お、出口が見えましたよ。やりましたよ。なんとか引きて出られそうです。何やらここに門が、金網で門がありますよ。この門は何のために作られたんでしょうか。謎です。はあ、やっと戻ってまいりました。さあ、なんとか、うわあ、コウモリがいた。今映ってましたか。コウモリやっぱいましたね。いや、なんとかね、私入り口、出口にね、戻ってまいりました。怖いですね。あ、蜂がいますよ。蜂がいますよ。コウモリの次、蜂ですか。なんとかね、出れましたけども、途中で断念しましたけれども、どうかお許しください。あ、戻ってまいりました。ほっとしますね、外の世界。これランプがついてるんですね。怖いですね、ぽつりと。ふぅ、怖かった。うわ、靴とね、ズボンまでべっちょりになりましたよ。どうに先ほどのね、車の人たちが靴を払ってたのはこういうことですか。べっちょりじゃないですか。困りましたね、これは。とりあえず車のとこまで行きますか。今ね、ふと思ったんですけども、今の洞窟ね、鍾乳洞、これ昼間だからね、出てきてこんなに明るいからいいですけども、これが夜だったらね、もうここの段階でね、夜だったら怖いですよ。一人で歩いてたら、この神社をこの参道歩くだけでもね、これ夜なんかに行った人いるんでしょうかね。肝試しなんかでは最高に怖そうですけどもね、中に入っている時にね、いたずらで電源ガーンってね、消されたり、したりひんやね、何言ってるんですか、私は。怖いですよ、本当に。中学生なんかがね、肝試しで夏の夜に来て、侵入してね、5、6人で来て、じゃんけんで負けたやつが中入っている時にガチャンって電気落とされた日にはね、頭打って血まみれですよ、本当。怖いですね。良い子の皆さんはね、くれぐれもそんないたずらはしないように。靴は綺麗になりました。さあ、現在時刻14時9分です。今ね、ここはね、涼しくてね、ちょっとあの靴の泥を落としたりしてたんですけども、今からね、ここから34分のところにね、快活クラブがあるんで、快活クラブでね、ちょっと充電しないといけないんですね。モバイルバッテリーいっぱい持ってきたんですけどね、この車のね、充電だけじゃちょっと追いつかないんですよね。そろそろモバイルバッテリーね、5つぐらい持ってきてるんですけどね、もう全部充電なくなりかけてね、大変なんですよ。もう充電が追いついていかないですね、この市が一口だけではね。というわけでね、快活クラブに行きたいと思います。さあ、快活クラブに行ってね、充電をしてる間にね、お風呂入りましょうかね。お風呂っていうかシャワーですね。シャワーでさっぱりして、その後にどうしましょうかね、キャンプ場に一応向かう予定なんですけどもね、ちょっとシャワーでも浴びながら考えますか。ソフトクリーム食べちゃいますか、今日は。解禁しちゃいましょうか。いや、僕ね、鍾乳洞をね、結構大好きで、全国各地のね、いろんな鍾乳洞行ってるんですけども、中にはね、もこう高さのね、高い鍾乳洞もあったりね、先ほど行ったね、鍾乳洞のようにね、もうしゃがんでても頭ぶつけるぐらいの低いところとか狭いところ、わあ、今日行ったのがね、本当のね、もうまさにね、この原始的な鍾乳洞といいますか、ちょっと怖さを秘めたね、鍾乳洞だったんですけども、やっぱり狭いとこは怖いですね。しかもね、今日土曜日なんですけどもね、僕一人だっていうことでね、あまりその人気の観光地っていう雰囲気でもなかったんでね、怖かったですよ、本当に。あの、怖いのが好きな方はね、なかなかおすすめかもしれませんよ。あの神社の横にね、車止めてたんですけども、そこもね、風が今日ちょっと強くてね、葉っぱがね、こう今もそうですけど、ガサガサガサってね、すごい風の音と葉っぱの音でね、なんかもう今にもなんかお化けが出そうな、
か心霊現象でも起こりそうな雰囲気でしたけどもね、あなかなか楽しめましたよあ、それとね、先ほどの鍾乳洞行かれるときはね、ズボンとか靴がね、途中でドロドロになるのを覚悟してね、汚れてもいい靴とかでね行かれることをお勧めします。下がねぬかるんでるんでね、あれ必ずね汚れちゃいますね。さあ現在時刻14時42分です。快活クラブ到着いたしました。目的地は左側です。快活クラブ飯塚店ですね。こちらでね充電、モバイルバッテリーの充電とね、シャワーを浴びたいと思います。こっちに止めますか。あ、日陰があるじゃないですか。日陰が、日陰みっけ。なんとかね充電ができそうです。4つモバイルバッテリーを充電しております。ソフトクリーム食べちゃいます。すいません。さあ今日のね晩ご飯は快活クラブで快活まかない丼を食べたいと思います。いただきます。現在時刻ね夜9時ちょうどですね。今からねキャンプ場に行きますよ生放送ね今日しようかなと思ったんですけど、ちょっともう9時回っちゃったんでね、どうしましょうかね。キャンプ場にすぐ30分ぐらいかかるんで、35分ぐらいかかるか、どうしましょうか。電波が届けば生放送しましょうかね。この快活クラブ飯塚店を出発いたしまして、これなんていうんですかね、海町でしょうかね、昭和の森キャンプ場っていうところにね行って、今日はねそちらのキャンプ場で車中泊したいと思います。ここのね快活クラブで泊まってもよかったんですけどね、ここ鍵付き個室がないんですよね。というわけでねキャンプ場に行きますよ。ここからね35分くらいですね。ここの快活クラブはちょっと他のね店舗とは違いましたね。快活クラブ、あのシャワーがね一つしかなかったんですよね。でタオルとかもね、普通快活クラブ大きいタオルはね無料で貸し出してたんですけども、ここはねタオルが置いてなかったんですよね。あ、こんなとこにガストあったのか。ガストでもよかったかな。さあ現在時刻ね9時24分真っ暗なんですけども、これねバイクだとねこの時間夜走るのはね結構怖いんですけどもね、路面状況もちょっと見えにくかったりして、動物の飛び出しとかねそういうのも怖いし、まあ、そもそも暗闇の中をね、バイクのライトがね、ちょっと車ほど明るくないんでね、いつもね、お風呂上がって暗い夜道、山道帰るときなんかすごい怖いんですけど、車だとね、ライトも明るいしね、全然怖くないですね。いやー、そういう意味ではね、車はいいんですけども、これバイクだったらこの道怖いですよ。さあキャンプ場のね入り口付近にある駐車場まであと3分、 1.4 キロ手前のところなんですけども、この辺りはねどうやら住宅街のようなんですけども、さあここに来るまでがねすごいねとんでもない山道をずっと走ってたんですよね。もうイニシャル D かっていうぐらいで、ね、突っ込めたくなるぐらいで、ね、ぐねん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 した道をね、大変でしたよ本当。後ろからもう速そうな車がね2台ぐらい来ましたよ。ビューンってすぐにハザードたいて譲りましたけど、イニシャル D かって突っ込みたくなりましたよ本当に、ね、キャンプ場までのね入り口はねネットの情報によるとね今封鎖されてるらしいんですよね。なんかね駐車場が有料に変わったとかいう、そんな感じでホームページに書いてあったんですよね、まあ、とりあえずね多分行けると思うんですよね。行ってみましょう。これ一本松公園昭和の森入り口、これですよ。これおよそ500メートル先、目的地は右側です。右側です。ああ一本松公園、もうあと400メートルですよ。何やら焚き火のような匂いがしますね。あ、バイクが止まってますよ。あ、バイクが止まってますね。
このようにねゲートができたらしいんですよね。これ2輪はそのまま素通りできるようですね。駐在券はございません。車両ナンバーをナンバーを覚えてください。どういうことでしょうか。17日まででは無料っていうことは今は無料っていうことですよね。あそこでキャンプしてる、どういうことでしょうか。これはここでキャンプしてますね。ここが駐車場なんでしょうか。ここは一応駐車場になってますね。あそこでもキャンプしてる、あここでもキャンプしてる。これは右手はこれ駐車場ですか。あ駐車場ですね。あそこでもテント張ってる。トイレはないんでしょうかね。目的地は右側です。お疲れ様でした。さあ現在時刻21時54分ですね。一本松公園昭和の森駐車場にね到着したんですけども、何やらね駐車場の入り口付近からねテント張られてる方がいっぱいいますね。そこの駐車場でもテント張ってるし、奥にもテント張ってますね。あ、電波が届かないですかね。ここやっぱりトイレがね、公衆トイレがもうちょっと先にあるような感じで書いてるんですけどもね。あ、これ以上先には行けないようですね。あ、すごいバイクが止まってる。すごいバイクがいっぱい止まってますよ。あ、車もすごいいっぱい止まってる。あの奥はトイレでしょうかね。うわ、大渋滞だこれ。開いてないですねこれ。この辺りでもみんなキャンプされてますね。あーすごい車がいっぱいだ。開いてませんね。バイクも結構止まってましたけども、ここにもバイク止まってますね。あここ開いてるじゃないですか。一番奥そこ止めますか。